インターネットテレビウイル増刊号編集長の白川です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、まあ、ズバリ経済、うんうん、安倍政権どうなのかという、はい、うん、最近あの、まあ、コロナウイルスの件、まあ、対応をめぐって、まあ、保守派からも結構、はい、安倍さんどうしたという声が上がってますけれども、ね、白川さんが注目したのはコロナではなく、うん、むしろ経済の方だと。経済ですね、はい。安倍さんの祝願というのが、うん、まあ、3つありますけれども、会見ですよね、うん、まずは。あと北方領土、はい、で拉致問題の解決、はい、3本ありますが、結局この3つを解決するためには、うん、国民の支持が必要であると、はい、そのためには経済が良くなければいけないってことですよね、はい、うん、ところが経済が悪いと国民の支持が離れると、はい、この3つは叶えられないってことなんですよね。今まで、うん、まあ、歴代最長政権ですけれども、うん、はい、まあ、それを支えてきたのも、まあ、アベノミクスがそれなりに、まあ、成功してきたからで、まあ、ここへ来て、まあ、経済が落ち込んじゃうと本当に何も、うん、実現できないことになってしまいます、はい、特に今回の2月内閣が発表した、まあ、速報値ですが、はい、うん、これびっくりなんですけど、実質で 1.6 のマイナス、はい、これ季節調整値ですが、うん、これね、年率に直すとマイナス 6.3% っていうとんでもない数字なんですよ。聞いたことないですよね。聞いたことないです、うん、マイナス 6.3、はい、というのがですね、東日本震災があった、2011年ですが、はい、これですらマイナス 5.5 だったんですよ。うん、あれよりすごいことが起こってしまったっていうことですよね。つまりその理由は何だと見てますか？もうご存知でしょう。台風ですって違うんですね。はい、あの消費税の増税ですね、はい、はい、ウォールストリートジャーナルが、はい、一番こうずっと何度もこうやってきたんですが、増税したら日本経済は終わるよっていうことをね、何度も出してるんですよ、はい、うん、なのにかかわらず上げちゃったんですよね。うん、うん、上げたら終わりだったんですよ。でもう終わったと思います、はい、うん、安倍政権、安倍首相の3つの祝願っていうのはもう叶わないことになるなと思います、うん、で、まあ、数字ちょっと追っていくとですね、はい、まずひどいのが民間消費がマイナス11、うんうん、これまあ当たり前なんですよね。子育て世代とか、あのカツカツでやってる人たちとか、はい、年金暮らしの人、うん、あと、まあ、地方で中小企業で頑張ってる親父さんたちっていうのに大打撃だったわけですよ、はい、うん、うん、で民間の住宅これマイナス 10.4 で、これはまあ、地価上昇とか、まあ、台風の影響なんかもあったのかもしれないんですが、まあ、どっちかというと消費ですよね。これちょっとひどいと思います、はい、うん、あと民間企業の投資 14% の減、うんうん、で、輸出は実はそんなに起こってないんです。マイナス 0.4、うん、ところが輸入が 10% なんですよね。マイナス 10% の落ち込み、これまあ消費が伸び悩んだということだと思います、はい、あとはまあ暖冬だったんで冬物が売れなかったっていうのもまあおそらく入ってるんだとは思うんですが、それにしても 10% ですから打撃です、うん、でこれだけ、まあ、マイナス 6.3 という数字が、まあ、はい、新聞見たらまあそう発表されてるわけですけども、あんまりテレビとかでは、はい、扱わない。これはまあ、言ってしまえば攻撃すればこれ安倍政権にとって最大のダメージのはずなんですけども、はい、マスコミが扱ってないような気がしますが、そうですよね、なぜでしょう。もうご察しの通りですね。新聞は軽減税率を勝ち取りましたから、うん、叩かないわけですね。そこではおそらく財務省との取引があっただろうと思うんですよね、うん、この増税をやりたいので代わりにあなた方の、軽減税率は認めますよと、はい、叩かないでくださいねと言ったことはあっただろうなって想像ができますよね、うん、クズですね。クズです、はいはい、で特に新聞なんですが、これなんで上げたくなかったかっていうと、うん、はい、地方紙が今瀕死の状態なんですよ、うん、もうこれね 2% 上げたら潰れるっていう地方紙がどうも出てきそうなんですよね、もうカツカツというかもう赤字になりつつある、はい、地方紙っていうのが出てきてますから、うん、だから知ってんですよ新聞は。 2% 上げたら地方の会社が潰れてしまうよってことは、うん、知ってんのに言ってないの、ね、自分たちが一番身をもって知っているのに、うん、そうなんですよ、ひどい話でね、うん、ただまあ挙げたのは安倍政権ですから、うん、マスコミだけ叩いてもしょうがないというか、まあ、安倍さんですよね、はい、はい、これね
まあこれ名前を出していいのかな、いいと、まあいいとしましょう、あのやっぱり麻生大臣が増税派、うん、財政を健全化すべきという立場です。です、ね、で財務省とも近いと、うん、でやっぱり安倍政権っていうのは麻生派のバックアップがないとやっていけないですよね、はい、うん、これはもうトランプ大統領、アメリカとは違って、トランプ大統領は好きにスタッフつけられるわけですよね、指名してね。しかしあの内閣制っていうのは派閥の、うん、それぞれの領袖っていうのを、まあ、引き立てていくっていうのが必要だから、うん、自分と全く違う立場の人間っていうのも置かざるを得ないわけですよね、そうすると麻生さんの意見とか二階さんの意見っていうのはどうしても入れざるを得ない、うん、どっちかが反目したらもう政権瓦解ですから、うん、で、その闘争の中でやっぱり安倍さんが敗れたっていうことなんだろうなと思います、うん、はい、まあ、とにかくですね2回増税してんですよ、はい、で1回目は持ちこたえたわけです、これね奇跡的だったと思うんですよね、うん、増税して持ちこたえた政権ってないですから、そうです、全部倒れてます、ね、倒れてますから、うん、でも2回はないですよ、うんうん、これやっちゃダメでした、うん、これでねやっぱ悪い時には悪いこと重なるもんで、はい、習近平氏を国賓に迎えるって話出てきてて、これで、保守派右の人たちからもすごく嫌われ始めましたよね。そうですね、はい、コロナウイルスに関しても、うん、どうしてもやっぱり二階さんのパイプというところで中国に配慮せざるを得なくなって、うん、日本をしっかりガードしなければいけなかった時にガードできなかった、これでまた離反しましたよね、うん、はい、もう悪い時には悪いことが重なる、これね結局もう内閣制、うん、議員内閣制の欠点が大きく出てきたなっていう感じがします、はい、でですね、これね、まあ、安倍さんだけ責められないなとは思うのは、はい、というのは野党もひどいんですよね。本当にひどい。うん、野党が今ね、なんて言うんだろう、罵詈雑言を始めてるんですよ。まあ、弱ってるからだと思うんですけど、うん、で最近もほら辻元清美さんの、鯛は頭から腐るという言葉ご存知か。これ意味わかんないですよね、うん、質問でも何でもないですよね。太陽は頭から腐るって、うん、あんま聞いたことないんですけど何でしょうね、うん、まあ、腐っても太と魚は頭から腐るっていうのを、まあ、組み合わせたんですかね、佐高誠さんがそのタイトルで本を出してるので、そっか、うん、そこから取ったって話もあるんですが、ツイッター見てたら魚屋、はい、築地の魚屋さんの、生田義和さんが、はい、うん、タイはお腹から腐るよって言ってましたね。なるほど、そっちの方がなんかだからこうフェイクニュースをするなというもうさすがですね、面白いですね、はい、でね、結局その安倍首相が意味のない質問だってヤジを、言ったと、はい、でまあ腐ってる本体が私だというのかって怒ったっていう、ちょっと意味が分かんないこうヤジだったんですが、これまあ、タイが頭から腐るも意味わかんないですから、まあ、でもよくわかんないですけどね。これ今コロナウイルスで、はい、大変な時に、週刊文春の、はい、を元に官僚のスキャンダルを、はいはい、について質問したんですよね、これ、はいはいはい、本当に意味がないと思います、僕も。そうなんですよ、この時間にね、消費税増税なんでやったんだと、むしろ下げろって言うとかね、コロナウイルスなんでこんなに後手後手になってんだ、中国シャットアウトしないんだとか言うこといっぱいあるじゃないですか、これでね結局審議拒否ですよ、野党、で安倍さんをその懲罰動議するとか、しないとか言い出してましたね、そうそうそうで、まあ安倍さんしょうがないから謝罪しましたよね、でその謝罪の時にやじるんですよね、意味が分かんない、バリ雑言浴びせてんですよ。でまあ某議員言っちゃいますか、本田議員がですね、立憲民主党の、野党、与党が野党に審議、予算審議を頼んでるんだろう、こっちがヤジで止めてもいいだろう、あんたたちは我慢しろ、と言い切っちゃったんですよね、国会ですよ、野党の恫喝体質が丸見え、この前の安住淳国対委員長もそうですけれども、まあ、こういう本性だってことです、そうですね、もうなんかね、今気持ち悪い国会で、やらなきゃいけないことをやらないで、もう本当ね、どうでもいいこと、なんて言うんだろう、当格運動かな、やってるですね、本当に当格したかったら、本当に経済
とか、まあ、コロナとか、はい、攻めどころがたくさんあるわけですね。こんな千載一遇のチャンスはないのに、はい、こういうことやるって本当になんか、うん、茶番というか、そうですね、結託してるのかって思っちゃいます。だから野党も結局財務省には文句言わないってことですよね、うん、で中国にも文句言わないってことですよね、うんうん、だから上げ足取りをやると、うん、もうなんか最悪の状態になってますよね、うんうん、これ脳死状態って言って前批判された人がいましたけど、うん、なんかもうそういう言葉使いたくなるような状態です、はい、じゃあ白川さんありがとうございました。ありがとうございました。編集部からお知らせです、ただいま、より良い紙面作りのために、ウィルが読者アンケートをウェブ上で実施しております。お答えいただいた方から抽選で50名様になんとクオカードを送らせていただきますので、ぜひ、アンケートにご協力いただければと思います。よろしくお願いします。